じゃあ今日は何でしょうね、ゴジラ。今日は、バンコクの好きな飲み屋ベスト。そう、好きなベスト3。ベスト3。イエーイ。ということで、僕実はあんまり飲み行ったりしないんですよ。人一倍クラブで DJ してんじゃん、いろんな。そう。だから DJ してるところで、すごい良かったとこっていうか、うん、居心地が良かったとことか、そういうのでちょっと今回決めさせていただきました。いやー、いいと思います。だって全然飲み行ってないんすよとか、飲んでんじゃん、毎日毎日飲んでんですけどね、 DJ で。そうそうそう、 DJ で行って飲んでんじゃん。そう、飲んでるんで。でもどちらかさ、こうなんかスタッフでもないしお客さんでもないみたいな、結構その中間の感じじゃないですか。だから結局、はい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 、でも誰かと飲むじゃなく、まあ、小太郎さんとか来てくれたらね、まあ、一緒に飲んだりしますけど、うん、こう結局一人で飲むみたいな DJ さん、はいはい、そういう感じで、まあ、居心地良かったとこっていう。なるほどね。そこで今回決めさせていただきました。ちょっとあの俺もまあ、 あのトールちゃんと被らないだろうと思われる店を何個か挙げたんですけど、とりあえずトールちゃん、そのバンコクエキスパート吉澤様恩中っていうことで、はい、みんなトールちゃんが言うことだったらみんな言うことを聞くっていうことなので、はい、ぜひ、はい、ぜひね、あのご助言アドバイスご鞭撻よろしくお願いします。はいはい、じゃあまず1軒目。1軒目、コンコルド。お、コンコルドっていうあの新しくできたバーなんですが、できたばっかなのにこういう状態になって今閉まってる状態なんですが、はいはい、みんなどこも閉まってる。そうです、コンコルド。あそこなんか結構スクンビット、そういう11エリア、うん、7エリア、うん、で入って、ま、中間ぐらいかな、シュガーとか入ってる、うん、シュガーの隣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 ぐらいの場所にあるんですけど、まあ一見分かりづらいですよね、あそこね。そうだね、あのほらあの辺超混んでんじゃん。はい、シュガーの隣っしょ。シュガーの隣のビルディングですね。でも隣がオーストラリア、うん、あ、そっかそっか。まあで、その隣の隣ぐらい、うんうんうん、あそこの内装がすごい、あの緑もあってかつファンシーで、うん、ネオンっぽくて、ネオンっぽくて、あそこは、まあ、DJ のやりやすさはどうかもしれないですけど、でも普通にこう飲んでたり、友達が来てくれたりとか、うん、するとすごいいい雰囲気なので、はいはいはい、サイズ感もね、サイズ感もすごいいいですもんね。うん、あとコンクリートね、抜き打ちとかだしね。そうですね、あそこはあのタイピオカとか、うん、シュガーレイとかの。タイピオカはどこにあるんでしたっけ。タイピオカは、トンロソイ1かな。ソイ1、なるほど。シュガーレイは、シュガーレイは、24と、あとコモンズのなんかね。あ、コモンズ、はいはい、はい、シュガーレイいいよね、めっちゃね。そうですね、シュガーレイも僕 DJ 知って、うん、タイピオカも行ったことないけど良さそう。タイピオカもめっちゃいいっすね。だからそれこそ、そうだよ、トールちゃんほらいろんなとこ知ってるからさ、コンコルドでね、毎週やってたもんね、 DJ ね。そうですね、毎週やってましたね。あそこ早くオープンしてほしい。コンコルドのやっぱクールなところは、入り口がなんかすごいショットバーみたいにクールで、うん、でいきなり脇のちっちゃいドアから入るとクラブっていう。そうですよね、あれがクールだよね。うん、表のショットバーからまだ一回も入ったことないですけど、俺は裏からいつも入ってるんで。裏あんの。裏っていうか横から入れるんですよね。ああ、そう、バイク止めてすぐそっから入っちゃうんで。あのスタッフ入り口みたいなね。そうですね、あのなんだっけ、チャイナタウンの方にあるバーと一緒にやってるんですよ、そのチームが。この名前がなんだっけかな。あ、チャイナタウンの方にもあんだ。チャイナタウン、そのシュガーレイクルーと、うん、そのチャイナタウンのオーナーがこう一緒に作ったお店なんですよ、コンコルド。だからこう2つのいいところが合わさったお店で、うんうん、まあ、両方行った人なら分かるんですよね。ああ、確かにそういう、こんな感じだな。そうなんだ。足して2で割ったらこういう感じだなみたいな、感じで、僕は結構好きです。じゃあそれがまあ第3位ということで。第3位、はい。第2位は、第2位は、12×12。 12×12 トンロー。トンローですね、広島がオープンした、はい、うちらと同じ時期
ゴジャが美味しい。そっか。あ、じゃあゴジャができて1年後か。なるほどね。まあだけどそういうイメージあるよね。同じ時期っていうか。そうですね。似た感じだよね。はい。スタジオラムもそんな感じだっけ。そう。スタジオラムのがちょっと早いのかな。ちょっと忘れちゃいましたけど、その辺。いいね、あそこ。あそこなんか DJ しててすごい気持ちよくて。うん。音もね、あの、硬い感じで。はい。あと一人で行ってももっと楽しめるし。はい、いいね。あと暗い感じがやっぱり酒進むよね。そうですね。あの暗い感じいいですよね。あとあの、実はよく見ると、上のインテリアとかだったり、あの、タイの、なんか漁で使う網で作ったのでライト作ってたりしてて。それも自分で作ってて、広島が。はいはいはい。あの防音のね、卵ケースとかも可愛いよね。チームのあさりさんもあの壁に絵を描いてて。そうですね。ここじゃん。はい。最初の頃はさ、イベント被らないように努力してたよね、トールちゃん。そうですね。でも無理でしたね。ちょっと。大変でしたね。いちいちさ、こうチェックしてても、もう間に合わないもんね。12でもやってるよっていうことがもう頻繁になってる。だからこっちでイベントやっても向こうでもやってるよっていう。そうだよね。だから意外とはしごできるっていう意味だよね。そうですね。場所もそんなに、駅で言ったら隣の隣なんですけど、結構タクシーで行くとめっちゃ5分ぐらい、10分ぐらい着いちゃう。ね、夜だったら着くよね。はい。なんでこれが2位ですね。あとお酒も美味しいんで、あそこかっこいい。ね、お酒美味しいし、あとすごいクラフトのドラフトとか置いてるしね、時々。はい。ビールだ。なんであそこの内装もいいっすね。内装いいよね。あと外のあのエリアもいいよね。タバコ吸える。そうですね。あそこでさ、あのチル、シットダウンしてさ。はい。しかも一軒家を改造したお店なので、ちょっと隠れ家的な感じも。はいはいはい。感じでね、しかもちょっとあの入り口までぐるっと回んなきゃダメで、その感じもすごい好きですね。あのトイレも可愛いしね。トイレも可愛いし、トイレも手作りで、あのスケボーのトラックがドアノブになってて、はいはいはい、はい、了解です。じゃあそれが第2位ですね。はい。じゃあ第1位は、第1位は新進シアター。おお、パチ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 。あそこはいいですね。クリーンでエレガントだよね。プロフェッショナルですよね、あそこ。プロフェッショナルだよね、あれ。あの母体の会社のサイズ感感じちゃうよね。はい。あそこでもたまに DJ させてもらってて、うん、あそこはいいですね。なんかいろいろチェーンで吊るされてる DJ ブースも。あ、そう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 、はいはい、あそこはいいっすね。なんか映画に出てくるチャイナタウンみたいな。まああのマギチューのね。そう、マギチューの人と一緒なんですけど、デザイナーさんと。あ、アシュトンなんとかだ。あのバンコクの有名どころ全部彼がやってる。そうそう、そのあれ系ですよね。チャイナ系ですよね。そう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 、マギチューもそうだし、あとアイロンフェリーもそうだし、うん、あとあのエカ前のジンバーもそうだし、アイロンボール。あ、そうなんですね。うん、あそこもいいっすよね。うん、あとあそこ J ボロース何でしたっけそれっていうね、ショットバーガーなんだけど、あのこの間あのデイビッド・ミリガンとロブと3人で行ってきたんだけど。あ、いい感じでした。あのあそこあんじゃん、あの床屋トンローの。トルちゃん行ったことある？あそこの700バーツのさ、結構コウタロウさんが一番初めの方行ってたとこ。そう、ブラックアンバー。はいはいはい、行ったことないですけど。一回行かなかったっけ、トルちゃん。いや、俺一回も行ってないですよ。そのブラックアンバーの沿いの隣にできたんだけど、もう入り口とか何にも分かんない店で、入ったらもうすごいあのショットバー、すごいショットバーみたいな。ジェイ・ボロースキー。なるほど。じゃあ、シンシンシアターの思い出は第1位。異空間に
行った感じがする。うんうんうん。っていう。そうっすかね。しかもあの中国からとか友達来た時も、ね、みんなあそこ連れてって。はいはいはい。何してた？いや、いいね、やばいね、ここ。あの何、あのエディたち。エディたち、そう。エディたちもなんかボトル、ボトル、まじ15本ぐらい入れてきましたよ。マジで？うん。あ、じゃあ相当相当気に入ったんだね。うん、あ、じゃあもうあそこにボトル入れたってことは毎日通ったってこと？なるほどね。まあだけどボトルを頼むぐらい盛り上がったと。そう。ねえ、あそこほら大概あれだったらね、あのシャンビール頼んで帰るよね。あのカクテルも全部400ぐらいするしね。そうっすね。結構なんかあそこ行くと誰かしらいるっていうか、なんか久しぶりっていう人が多いですね。あ、前そのベッドサッパークラブキューバで遊んでた人らがあそこに遊びてるっぽいので。なるほどなるほど。僕はあんま行かないですけど、DJ の時以外は。ただ行ったら行ったでね、面白いですよね。ケンタロウちゃんも行ったっすよね、一緒にあそこ行ったね。行った行った、はい、なるほどね。じゃあそれトルちゃんの3つという感じですね。ちょっとね、俺がねざっと挙げたのは、